おもろい話ってあんまないよな実際。そうなんだよ。今年のクリスマスは俺バイトだもん多分。俺に関してはもはや。もっちはバイト？いや俺はバイトかな。うそだーじゃあバイト、ちゃんとバイト。ダウト。あれあ、そう、もうどうだったんだよ。え、それはこの話しちゃダメじゃない。あれだ。言うけど後で。これの話は違くない？なんか。昨日ね、うん、まあその例の子がいるじゃん。例の子って例。これ今動画で話していい話じゃん。ね。これ動画で話してね、昨日一緒に帰ってた学校から、うん、で、毎回話をすんのよ、うん、どうなのって俺が、うん、で、いや別に何もないけどみたいな言い訳にしろよと、うん、全然なんか好きじゃないって言ってたら、うん、いいんだけど、うん、好きなんだ。まあ好きなのに何もしないの、奥手なんだよな。そうだな、それはそう、意味わかんないじゃん、うん、だから LINE してっつってマジ？いや LINE してるよ、もうしてるんだけど、ずっと LINE してて、LINE で一喜一憂するくせに、なんか好きだけど別みたいなこと言ってるから、いい加減うっとうしいなと思って誘えっつって、で、LINE 送って、返事返ってくるか来ないかぐらいで別れたの、昨日。その結果を知りたい。え、これ動画にするもんなの？いや、いいけど。いや、いいどうなんだろうね。もっちのリア子がいたら困っちゃうね。そうなんだよな。うるせえよ、お前。いや普通にあれだよ、あの連絡あの後して返信としては普通にまあ空いてたら行こうって言ったの俺は、空いてる日があったら、うん、だからまあ多分大丈夫です、空いてたら行きますよっていう話になったの最初、こいつといる時にね、うんうん、でその後になんかどっか行きたいとこあるんですかって言われたから、うん、俺は横浜とかに行きたいなって言ったの、うん、シンプルに行きたいところがあるからデート仕事しとるわ、行きたいなっつったらえ、いいっすねっつってじゃあ行きましょういい、ね、みたいな、あったらね、いいやなんでお前はうーずるいなずるいなは意味わかんない、羨ましいな日程は？日程はそんなまだ全然そこなんだよ、こいつさ、まあ、それ流れるよ、空いてる日じゃなくてさ、もう24日って言ってよかったのにさ、確かに、お前流されんなよ、俺は流された経験あるからな、いや流しがちやな女ってな、怖いよなマジで、なんでって思う、理解できない、分かんなくない、なんか心理が、もう悲しいシンプルに悲しい、悲しい、横浜かいいな、どこ行くんだ、決めてない、横浜がいいなって思った、なんか前行ったじゃん、とスケッチしに行った時に横浜行って、めっちゃいいじゃん、ちゃんとあそこが、いやめっちゃいいよ正直、夜景見ろ夜景、夜景いいよね、絶対綺麗だよね夜景、横浜行ったことある？あるよ、あるよ、なないよね、横浜童貞、横浜童貞、うわ達成、横浜行こうと思わんもん、横浜童貞は一番達成からな、言って俺も最近卒業した童貞、お先です、うわ童貞卒業してから言え違う違う違う、お前ちょうどねちょうどちょうどだから今、まあそうなんす、暴露していくいいんだ別にそれいいならいいけど、横浜シンプルに行きたいな、普通に遊びでもいいと思う、でもやっぱそこは女子と行くからいいとこはあるよ、うん、なんかあの感じね、うん、夜になるとこうオレンジ系のライトがさ、うん、街中に溢れるわけですよ、うん、いいね、行ったことないんだろお前いいよねじゃねいいねってああ想像してな、カイトなんかないの、浮いた話ないよ、あるやん、はい、ありまーす、あるやん、お前ないやん、ありまーすあるやん、ないだろ、ありまーす、ないでーす、はい、知ってまーす、知ってます、知ってます、さっき聞きました教えろ、タイムリーじゃない、お願いします、いや別になぁやだわ、いやシンプルにまあクリスマスはまあ一応女の子といるよっていう話をしたもっちゃね、なんで俺ら責められてんのおかしくない、だってこいつらもねあるもんね、そうだよ、お前だってあんだろうよ、ねえよ、あるだろう、俺はさっき聞いたぞ、ねえだろクリスマスはねえだろあそっか、ああクリスマスの次の日何すんだよ、うるせえよお前も浮いた話はねえのかって振ってんで、26日何してんだよお前は、26日はもう六本木行くわけですよ、誰と、あ性別はフィメールなあロスカブですよ別に女の子と行くけど、でもそれぐらいはね別にね、普通よ、だって普通の日だもん、そうだよ、26日なんて、いやあれしょ、帰ったら団体でしょ、そうだよ、楽しいやつやん、一番楽しくない、4人で、うわうわ22、そうだよ、うわうわ
セックスパーティーやん。パーティーない。パーリーない。俺も6人だよ。うわあ、いいじゃない。切れそう。切れそう俺。じゃあ今日程決めよ、もっちろん。なんでよし、連絡しろ。しよ連絡しろ。じゃあ俺と、うん、のせとカイトともっちがそれぞれ候補日を出してじゃんけんで勝った人の候補日にしよう。ゲーム性を垂らすなよ。はい、決まりました。はい、決まりました。どうぞ。12月の20お、まあ、中盤ぐらいだから、まあ、4くらいか。あーいいね、中盤ね。24で俺でいいですか。うん、24だからまあ結構まあ20代じゃん。うん、だから俺はちょっと別のとこ行こうかなと思って、うん、12月の25。あーいい。まあでもやっぱ俺はまあちょっとかぶっちゃうんだけど、うん、まあやっぱり俺はどうしても、うん、あの12月の24にしてほしい。なあ、もっちゃん、もっちゃん、俺は12月の24。ジャケする4だな。ジャケしようか、ジャケしようか。最初グジャケパイやったこれはもうね、使命、使命だね、これは。じゃあ、LINE をしてください。今だ、今な、今ですよ、今です。いや、見せいえ、転生しない。わかんない、俺それ何。トント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 ント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 ン。あ、そういうこと。う、増えてくの、それで。そう。イン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 。何これ。いきまーす。マジで送んのこれ、やばいね、冷静に考えて。ちなみに12月24日とかどう？っていう。うおー。いけ、いけ。いけ。いきまーす。ソジン、あー、いただきまーす。ちょっとその日は予定ありますって言われろー。そのパターンあるんだよ、全然。